ワンコロがいるじゃないの。え、めっちゃ、尻尾、尻尾が地味に動いてる。ピッピッピッ。あ、私もらえますかね。手で投げれば。あ、ポロネギの子にあげますか。はい。あ、はい、受け取ります。待っています。おお。これからもよろしく頼むよ。この町で石をやってるハービーです。ハービーさん、ハービーさん。の鍛冶屋だ。道具の性能を上げたくなったら俺に任せてくれ。ちょうどいい時期に引っ越したわね。春は素敵な季節よ。若いの、あたいはタム。菅の子。皆さんこんにちは。菅の子ゲームチャンネルののこです。スタデューバレーを12日から続けてやっていきます。あ、天気予報を見ます。コズ5へようこそ。天気は快晴。まさにエッグフェスティバルにはうってつけですね。当日イベントはペリカン島内を会場に午前9時から午後2時まで開催されます。どうか遅れずに。明日はエッグフェスティバルか。お手紙拝見いたします。の声、明日町の広場でエッグフェスティバルが開かれる。参加したければ午前9時から2時の間に来てくれ。年に一度のエッグハントだ。見逃すともったいないぞ。町長からありがたいお手紙をいただきましたね。いらないものはもうここに入れちゃいましょうね。これはゲンターさんのところに持っていきましょう。で、収穫です。えい、サヤエンドを1234、合計5つですね。5つ取れました。収穫したから収穫物は2、よし、これでこれもやって OK。 1個は誰かにあげようかな。なんかすごい自己主張が激しいけど、ロビンの落とし物。ロビンがお気に入りの斧をなくしてしまった。彼女によると、あ、斧をなくしたから見つけてこいと。わかりました。さーてと、ケンターさんのところに行こっかな。ビンスじゃねえの？よ、ビンス元気？最悪だよ。急、いきなり最悪なの。今夜はお母さんがレンズ豆のスープを作るんだって。美味しそうじゃないの。まあ、どうもね。起動します。これね。これどこに置こうかな？あ、手の近くに置こう。ここ。オッケー。よし。本が一冊抜けている。あ、本が結構抜けてるものがあるんだな。ジョージはいつもあのテレビの前で一日を過ごすのよ。なるほど。そんなあなたにあげる。あら、まあ、なんて素敵なの。どうもご親切に。いいんですよ、親切を売りにしてるんで。いいんですよ。暇そう。めっちゃ暇そうな顔しとった今。これこれ、この顔。あー、暇だなーっていう顔してる。今夜は大繁盛さ。とても嬉しいね。よかったね。あ、先生おはよう。この食材なら健康的な食生活に組み込んで問題ないな。そうですね、多分言うこと同じだから。あ、2000字以下後にします。斧を探しに行きます。鉱山を探検しろ。鉱山の5階にたどり着く。まだ5階まで行ってなかったか私。で、ロビンがマーニーの農園の南側らしい。ロビンの落とし物を見つけに行くか。マーニーの農園の南側。南ってどっちだ。なんかデジャブだな。どっかでも私南ってどっちとか言ってた気がするな。東、まあ、あの斧が落ちてるっすよ、どっかでね、と思うけど。甘いかな考えが。あら、素敵なお家じゃない。ボロボロだけど、これって誰か住むんかな。誰か来るのかな、新しい住人が。で、ここの空き家なら空いてるよみたいな感じになって、誰が来るんだろう。楽しみですね。その時は私先輩面で行きますね。あ、君がこのスタデューバレーに来た新しい住人かいって言って、私はノコ。まあ、ここのことならね、もうよく知ってるんで案内するよ。キリッとかできるわけじゃないですか。え、めちゃくちゃいいじゃん。え、なんすかお前。何？あ、こんにちは。何何？ここ何？野遊び登録ペ。何？ナマコ？チョウザメ？ウール？ビンナガ？あ、なんかいっぱいあるぞ。洞窟人参、虫の肉。あ、洞窟人参。あ、ダメだ。1000円も、1000円もするの洞窟人参。高っ。アマラン。アマランサスの種。秋植えの植物。育つのに7日かかる。収穫には釜が必要。電池。ケール。
春植えの植物育つのにケールか。でも500円はちょっと高いな。珍しい種だって。秋植えの作物育つのにワンシーズン、え、ワンシーズンかかるんだって。え？ここ特別なお店だな。初めて見たかも。もう午後の7時だよ。早くない？どうしよう。何の収穫もないんだが。今日金曜日だし酒場に行きますか。みんな集まってるでしょ。いや。やっほー。おー、いっぱいいるじゃない。今週も一生懸命働いたからね。金曜の夜ぐらいをくつろいだっていいでしょう。いいですよ。先生いねえかな。先生はさすがにいないか。先生にプレゼントでもと思ったんだけど。お前にね、これをあげるよ。わさびあげる。これ気に入られな。なんだよ。ねえ、何、君は何が欲しいの？あ、ビールか。いつもビール飲んでるから。ビールがいいか。やっほー。あ、私にプレゼント？ありがとう。あ、なんか知らないけど、プレゼントあげちゃった。アディアー。イアにはお花あげる。はい。あ、すっごく気に入っちゃった。ありがとう。どういたしまして。この谷の新鮮な空気は身も心も癒されるよ。そう、リアの笑顔に私も癒されています。わー、素晴らしい。なんて素晴らしいんだろうな。お前、祭りあんまり好きじゃないんだ。騒がしいし人も多すぎるし、僕にとっては楽しすぎるストレスがたまるで。お前にこれやるよ。あ、違う違う、サムじゃな、こいつは面白いな。違うの、サムじゃなかったの。セバスチャンにあげたかったの、私は。サムにそんな、サムのそんな顔見たくなかった。うわ、こいつ、なんか別にいらねえもんをし続けてきたみたいな顔を、私はサムにしてほしくなかった。違うの、セバスチャンにしてほしかったんです。はっきり言うと、最低だなっていうのは分かってるから、大丈夫です。はい。というわけでね、寝ます。これあげて。はい、はい、はい。オッケー。これで2000円になればいいんだけどな。ちょっと足りないかな。サムライ。え、嘘、私寝れないパターンじゃないのこれ。ねえ、嘘。え、ちょっと待って。あ、ちょっと。ワンちゃんが上に乗る的な。あら、サムライかわいいわね。こんなところにいるなんて思わなかった。じゃあ寝ます。おやすみ。はい。結果はどうでしょうか。あ、2000円いきました。よし。OK。